いや別に、はい。そして先ほどポイントのやり取りなどがたくさんありましたけれども、最後のこの解決は、各チームにですね、成功したところに900ポイントを差し上げたいと思います。はい、いらない、今までの意味ない。いやいや、同点じゃなかった方だ。天津生チームは成功すれば絶対勝ちですからね。うん、そうですね。ってことですから。はい、みんな成功すれば勝ちですよね。いや、みんなが成功したら君どこ勝っちゃう。970ポイントです。ちょっと有利です。ちょっと有利。はい、じゃあ頑張ります。ってことで、ポイントの低いチームからこれはチャレンジをしていただきたいと思います。うん、では、じゃあ順番通り向こうからですね、死神チームから代表者の方出ていただいて引いていただきたいと思いますが、それでは、まずは死神チーム代表者はどなたが？じゃんけん静か。今、杉山さんのチョキ見ました。こうでしたよ。かっこいい。杉山さんが、杉山さん、では前に出てきていただきまして、はい、ありがとうございます、頑張ります。これ、難易度高いですね。イカも応援してるよ、はい、やったことないんですけど、あ、じゃあマイクをちょっとお預かり。あ、そうですね、マイクはこちらでもお預かりしましょうか。大丈夫ですか、はい、では、トーチさんに渡していただきまして、早速なんですが、杉山さんにチャレンジしていただきたいと思います。頑張って、頑張れ。杉様、杉様、それでは準備はよろしいでしょうか。お願いします。おお、杉様、マイクをぜひ。すごい、すげえ、素敵で、やった、やろう、ランクが上がった、やりました、すごい、ありがとうございます、すごい。いや、できると思わなかった。いや、こういう時になんかめでたいことが起きたときにあの服すっごい似合いますね、菅部さん。いや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 、めでたい。うちの杉様やりますよ、俺。あの人隠し芸大会みたいけど大丈夫？見たか、俺たちの力。ということで死神チーム900ポイント獲得。すげえ。さあ、これで天津乱馬チーム成功しない限り優勝はなくなりました。そうですね、早くも、やばい、天津乱馬チームがボンクラのように見えてきましたね。ボンクラ、何にもやってないくせに。なんか勝ったもん勝ちだよ。だって普通のクイズ番組じゃこの点数差はありえないもの。では続いていきましょう。続いてはですね、インドチーム、はい、2人のうちどちら出てきていただけますでしょうか。僕はまあ、ね、国際フォーラムで1回やって失敗してるんで、はい、そのシンドスに行っていただきたいですよ。はい、じゃあ相馬行きます。えいよ。これでもさっきリハやったんだけど誰一人として成功しなかったんだよね。そうだよね。それを杉山さんが成功させちゃったからさ。一発で来ましたね、杉山さん。さあ続いては、ハードルがぐいぐい上がってます。チャレンジしていただきましょ う, そう、イメージ取り。あ、いいですね。シミュレーション大事です。シミュレーションいいですね。あ、下に行くパターンね。さあ、エア引き抜きも終わりましてチャレンジしていただきたいと思います。お願いします。ああ、惜しい。1本落ちている。惜しい。お前、お前、本当に惜しい。惜しい。あ、しょうがない、しょうがない。ナイフだけ持たない。しまいなさい、ナイフは。早くナイフは遊ぶものじゃないよ。しょうがない、しょうがない。しまいなさい、ナイフは。この子供から取り上げろ。いや、でも惜しかった、惜しかった。 俺だったよ。俺全部落としたんだよ。いや、ほら、お客さん危ないからさ、今回。紳士、紳士。やめてくれよ、やめてくれよ。よせよ。でも残念ながらインドチーム、ここはポイント獲得なりませんでした。俺の中では900点。ありがとうございます。俺の中では900点。さあ、そして続いては使用人チームでございますが。はい、ですが、はい、小野くんで A。お、早っ。早っ。どうした、早っ。あの、テーブルマナーといえば小野くんで A。そうですね。まあでも、いや、リハの時にですね、はい、トーチさんが、あの、前回成功しているという話になりましてですね、はい、トーチさんが良いのではないかという話になりましたが、はい、トーチさんは応援するのも得意だと。はい、そうです。非常に得意だと。はい。はい。なのでですね、ここは私、ファントムハイブ家の執事、お願いします。やらせていただきたいと思います。じゃあ、マイクは。はい。それでは、あの、なんとなく、移動させたい。さすが、ダメです。さすが、本職みたいな感じで、いや、いいんじゃないですか、ちょっとぐらいは移動させても。危ない、危ないな。出た。
あいつ卑怯だぞ。いや、これであいつ失敗したらどうする気なんだろうな。失敗したら声優引退だな。そうだね。実家を継ぎな。頑張れ。そりゃその位置だ。カメラさんは撮りやすいけれども。ダメだよ、そんな位置。戻した、戻した。さあ、戻しました。はい。やっぱり、公式ルール。男らしい。はい、公式ルールでやっていただきましょう。それでは、小野さん。お。片手だ。片手が出ました。お願いします。やっぱり両手。いや、あ、惜しい。実家継がないとね。そうだね。惜しい。仕方ないね。仕方ないね。お疲れ様。何でもかっこよかったよって甘やかさないように。そう、惜しかった。小野さん、結構凹みますね。一応お伺いするだけお伺いしたいんですけども、ご実家の家業は何をやっていらっしゃるんですか？家具屋です。家具屋さん。小野家具です。小野家具。全国発送を行っておりません。おりません。ではどうしてもという顧客になりたい方はお引越しになるところから考えていただきたいと思います。お願いします。さあ、それではですね、残念ながらポイント獲得ならなかった使用人チームに続きまして、今度は裏切りチーム。よっ、じゃんけんで。じゃんけんぽい。あいこでしょ。ひろくんが。ひろさんが。どっちかっても意味ないみたいな。そうだよ。じゃあ頑張ります。さあ、ひろさんが席を立たれまして、さあ、ゆささん、これ日野さんが引き抜いてらっしゃるところ見たことありますか？見たような気がします。うん、すごくいい加減な記憶で答えていただきました。ありがとうございます。では参りましょう。お願いします。チーム900ポイント獲得。前回もやらせていただいたんで、なんとなくコツは。お、すごい。その、ちゃんと技術を次に生かして。でもリハで失敗しましたけど。今うちトップじゃないですか。そういうことです。今トップです。さあ、ということで残念ながら死神チームの優勝がここでなくなりまして、優勝は天真爛漫チームが成功するかしないかにかかってまいりました。では天真爛漫チームでございます。俺やだ。いやいや、俺も嫌ですよ。俺嫌だ。この流れでやるの超嫌だ。歌詞いけよ。いやいやいや、歌詞やれって。じゃんけんって嫌だ。だってお前前回エンディングしか出てないんだから。そうですけど、見せ場見せ場。ここ頑張ってこう。よし、頑張って。じゃあやらせていただきます。出ました、カズさん。俺応援するから。さあ、応援するからといって席を鈴木さんが立たれました。応援ってどうするんですか？頑張れ。よし、ありがとうございます。よし頑張れ、よし頑張れ。いや、だってなんか飛んできたら嫌じゃん。現実的。さあ、それではカジさんにチャレンジしていただきたいと思います。うわー、これでも決めてほしいな。そうですね。さあ、このまま成功すれば優勝になるんですが。できる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 。よっしゃ、自信持ってこ、自信持ってこ、自信持って、頑張ってこ、頑張ってこ。さあ、日野さんのプレッシャーをかわして、よっしゃ、成功することができるか、お願いします。すげえ。ある意味すごいですよ。すげえ。ある意味すごい、全部持ってった。完璧、正解。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 ある意味正解。あー、カジさんが、うん、あり。何も残ってない。いいよいいよ。食が消えた。よかった。ほら、なんか見て、イリュージョンだよ。食器がないもん。ああ、何もない。イリュージョン。綺麗。うん。綺麗。すごい綺麗。うわぁ。帰ってきた。走って帰ってきた。ということで、成功したのは2チームだったんですが、元々のポイントが高かったのが裏切りチームということで、裏切りチーム